アルビレオは、白鳥座の構成で、三等星で二重星の白鳥座、ベータ星の通称、あるいは、その二重星を構成する星の一つでそれ自体が、連星である。白鳥座、ベータ一世の子有名、あるいはその連星系の主星白鳥座ベータ星、AA の方有名である。当記事では、白鳥座ベータ星について記載する。白鳥座ベータ星は、北十字を構成する星の一つ。 全天で最も有名な二重星の一つである。肉眼で見ると、白鳥座 β 星は単一の星のように見える。しかし、望遠鏡で見ると、二重星であることがすぐにわかる。三等星の β1 星は金色に見え、五等星の β2 星は青色に見える。地球から見ると、二つの星は約35秒離れて、色がはっきり異なり、 研究上で最もコントラストの鮮やかな二重性の一つである。A 星系と B 星が見かけ上の二重性なのか、真の連星系なのかは長年議論の対象となってきた。ヒッパルコス A 星の観測結果によれば、二つの星の固有運動は方向こそ一致しているものの、値は誤差の範囲を超える約3倍ほどの差があった。そのため、 白鳥座ベータ星が連星系であれば、約10万年の周期で好転しており、約6000億キロメートル以上離れていると考えられた。2018年、ガイアの観測データ、ガイアデータリリース2に基づき、固有運動の大きさと向きが、それぞれ大きく異なることから、見かけ上の二重星であるとする説が発表された。ベータ一星は、 それ自身が約4離れた K32 型巨星の主星 AA と B9V 型主系列星の番星 AC からなる連星である。原則として A がさらに連星の場合、主星は AA、番星は AB となるが、この番星は AC と呼ばれている。それは先に発見が報告された別の番星が AB と名付けられたからである。 アブは1978年の観測に基づき1980年に発表され、AC は1976年の観測に基づき1982年に発表された。アブの発見報告は1978年と1995年の観測による2回のみであり、現在は存在を認められていない。なお、新 c d m は番声をシートしている。 ただし現在の原則では C という符号は AB の外側の星に使うことになっている。ワシントン銃声カタログは番星を AC とし、約1離れた11等星を C としている。AA と AC は1923年にヘンリー・ドレーパーカタログに登録され、それぞれ HD183912 と HD183913 という名称が付与された。 1979年、CEO 例は、アメリカ海軍天文台の66センチメートル望遠鏡を使い、主星から0.40秒角離れた位置に、主星より1.5等級くらい星を確認している。なお、今日では、保証工学により、主星と万星の分離が可能となっている。AA と AC の光点軌道については、 万世の発見以来まだ軌道を一周していないため、不確実性が大きく、2008年に出された214年周期節と、2018年に出された69年周期節とがある。しかし、214年周期からは、AAC の質量が5.7プラス3.3、太陽質量と求まるのに対し、69年周期からだと、 合計87対応質量という重すぎる値となってしまう。さらに、引っ張るコストガイアで計測された固有運動から、AA の軌道が AC の軌道より大きい、つまり AA は AC より軽いという可能性が出てきた。その計算によると、AA の質量推定として、妥当なのは0.3対応質量で、上限でも0.75対応質量となる。 この結果は驚くべきことであるので、AA が質量を失った、成形内にブラックホールが存在するなどの可能性も考察されている。白鳥座において、白鳥座ベータ星は、白鳥の頭部に位置しているため、英語では、ビークスターつまり、くちばしの星と呼ばれることがある。この星は、中世のアラビア語話者の天文学者には、ミンコアールダジャージャと呼ばれていた。 現在のアルビデオという名称は、誤解と誤訳の結果である。白鳥座はギリシア語でオーナスであったが、これがアラビア語ではアーニスに変化した。中世にアラビア語のアルマゲストがラテン語に翻訳された際、これが植物の垣根原シシンブリアム・フィチノレイのギリシア名のエリシモンのことであると考えられ、そのラテン語名であるビデオに翻訳された。後に、 AB イレオという記述がアラビア語の術語の語社だと誤解されアルビデオとされた。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルビデオをベータ製 AA の固有名として正式に承認した。ありがとうございます。